グレーディサイズモア3世は、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。ワシントン州シアトルで1982年8月2日、カレッジベースボールで活躍した黒人の父グレーディ、ジュニアと白人の母の間に誕生。父は、ボルチモアオリオールズの大ファンで、特にカルリップケントエディマレーがお気に入りだった。 その父に買ってもらったバットを1歳半になった頃のサイズモアが振ってみたところそのスイングはあまりにも幼児離れしたものだったという。ワシントン州内にあるカスケード高校に進学したサイズモアは野球のほかアメリカンフットボールやバスケットボールなど様々なスポーツで活躍する。特にフットボールではラッシングヤードやインターセプト数で投稿の記録を塗り替える活躍だった。 そのため、アリゾナ州立大学やクレムゾン大学、カリフォルニア大学、ワシントン州立大学など、複数の大学がサイズモアに奨学金の申し出を行った。その中からサイズモアは、野球とフットボールの小学生として、ワシントン大学へ進学することに決めた。しかし2000年、ドラフト3巡目で、モントリオールエクスポズが、高校を卒業したサイズモアを指名。 サイズモア自身ほとんど考えもしなかったプロからの指名で有望な新人という扱いでは決してなかったが入団、プロ入りを決意した。2002年6月にバートロ・コロンラとのトレードでリー・スティーブンス、ブランドン・フィリップス、クリフリーの3選手と共にインディアンスへ移籍。2004年7月21日にメジャーデビューした。2005年にはフアン・ゴンザレスの怪我もあって、 中堅守のレギュラーに定着。4月22日のシアトルマリナーズ戦で、故郷シアトルに外戦を果たし、家族や友人らの前でプレーするという思い出深い場面を迎えている。その後も活躍し、シーズン成績は打率。289.22本塁が、81打点、22盗塁を記録したほか、ロベルト・アロマー以来球団史上2人目となる22塁打。 13塁だ、20本塁だ、20投塁を達成した。シカゴホワイトソックス監督のオジーギーエンは、サイズモアを高く評価しており、シーズン最終戦で、インディアンスと対戦し勝利した後、フィールド上にいたサイズモアと握手し彼を称賛した。2006年シーズン開幕直前の3月29日に、年俸調停権取得前のサイズモアと6年2345万ドルで、 契約を延長した。その年のレギュラーシーズンでは、全162試合に出場し、53二塁打、11、3塁打、28本塁打、22盗塁を記録。52塁打、13塁打、20本塁打、20盗塁のすべてを1シーズンで達成したのは、チャッククライン以来74年ぶり MLB 史上2人目のことであった。また、長打数は92で、 これは、本塁打王のデビット・オルティーズや長打率、リーグトップのトラビス・ハフナーを抑えて、リーグ1位である。7月には、オールスターゲーム初選出も果たした。インディアンス時代2007年は、開幕戦から6試合で4本塁打を記録する、好調なスタート。前年に続き、全162試合に出場し、打率は、前年より下がったものの、支球が初めて100を超えたことで、 出塁率は前年を上回り、また3年連続で20本塁が20盗塁を記録。シーズン終了後には自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。2008年は開幕から1ヶ月ほど経った4月26日のニューヨークヤンキース戦で右足首を痛め、翌日の試合を欠場。この時点で連続試合出場は継続中のものとしては、 最長の382まで伸びていたが2005年以来の欠場でこれが止まった。それでも2試合欠場後の29日から復帰を果たすと本類打を量産し7月のオールスターでは試合前日に行われるホームランダービーにも出場。8月26日には自身初のシーズン30本類が30投塁を達成した。シーズン終了後には ゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を同時受賞している。このように過去4年にわたって活躍を続けていたが2009年は一転して講師ともに不調の年を送ることになる。まずシーズン開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックにアメリカ合衆国代表として参加する予定だったが大会直前に左足付け根を痛めて辞退した。 さらにその後は、左肘も故障し、MLB レギュラーシーズンでも低迷が続く。6月上旬から中旬にかけて20試合に欠場した以外は出場を続けたが、9月3日の試合を最後に、戦線離脱し、左足付け根と左肘を手術して、シーズンを終えた。オフには、恋人に送るために撮影したというほぼ全裸のプライベート写真が流出し、 大きなスキャンダルとなった。2010年は33試合に出場した後、左膝の手術のため戦線を離脱した。2011年はマイナーでのプレーを経て4月17日に、復帰したが、5月と7月にいずれも右膝を痛めて、故障者リスト入りした。そのまま戦線離脱し、ヘルニア手術を受けた後9月に復帰したが、シーズン通じて71試合の出場に止まった。 オフに、インディアンズは2012年分の契約オプションを破棄したため、10月31日に FA となった。レッドソックスやマリナーズなどと契約交渉を行ったが、結局インディアンズと1年500万ドルで再契約を果たした。2012年は2月にキャンプを前にして、腰痛を患い、さらに3月に背中の手術を受け、開幕後も復帰を果たせずにいたが、8月には、 右膝の痛みのため今季のプレーを断念することが球団から発表された。10月29日に FA となった。2014年1月22日にボストンレッドソックスと75万ドルの1年契約を結んだ。メジャーリーグでは3年ぶりのプレーとなった3月31日のオリオールズとの開幕戦では本塁打を放った。その後も サヨナラだを放つなどの活躍もあったが、52試合の出場で打率。216と安定せず、6月17日にリーフとなり、6月18日に放出された。2014年6月24日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスで10試合に出場し、7月11日に フィリーズとメジャー契約を結んだ。10月23日に年俸200万ドルの1年契約で再契約に合意した。2015年開幕から39試合の出場で打率24。245オプス584という成績で5月29日にリーフ6月1日に自由契約となる。6月22日にタンパベイレイズとマイナー契約を結ぶ。 28日にメジャー契約となり25人枠入りする。移籍後はレフト及びライトを中心に58試合でプレイし、打率。257.6本塁が27打点、3盗塁という打撃成績を残した。守備では、レフトライトともに1失策、DRS から1だった。2チームトータルでは97試合の出場で打率。 253.6本塁打33打点という内容だった。また、この年の最後のホームランにて通算150本塁打を達成した。11月2日に FA となった。2016年はどのチームにも所属していない。2017年2月、インディアンズの選手育成部門のアドバイザーに就任することが発表された。 2005年以降4年連続で20本類が20投類を記録し、2007年2008年にはゴールドグラブ賞を受賞するなど、総攻守揃った外野手としてメジャーリーグを代表するリードオフワンとなりつつあったが、2009年以降は度重なる怪我に苦しみ、十分な出場すらままならない状態が続いている。ファンにサインするサイズもアインディアンス時代。 地元オハイオ州クリーブランドでは特に女性ファンからの人気が高く、球団がその人気を当て込んで、ミセスシゼモレの胸文字をプリントした T シャツを売り出したところ、たちまち完売している。同じ年にドラフト指名されたジェイソンベイとは、マイナーリーグ時代からの仲良し。ベイの故郷カナダは、オフシーズンは寒くて、練習に適さないため、 サイズモアがアリゾナ州にある自邸にベイを住まわせて一緒に練習したことがあるほか、ベイが結婚した後はサイズモアがベイの自宅によく食事に行くという。一番意識する打者として一郎の名前を挙げ、彼はどんなタイプの投手でも打てる。実はパワーもあるし、守備、走塁も素晴らしいし、チームを勝利に導くためにフィールドであらゆることをやってのけてしまう。 一郎は僕にとって究極の選手と語っている。ありがとうございます。